私もそこが良かったなって。さきちゃんも来れたら良かったのにね。同じ風に言ってたよ。お互い様だね。うん、そうだね。さきちゃんきっと喜ぶよ。欲しい。ねえ、ヒロ君、あそこに星が見えるよ。綺麗に見えるから100点。ヒロ君と違うからね。夕闇で見る星ってなんとなく好きなんだ。もちろん星空も好きなんだけどね。何よりも今日はすごく楽しかったから、だから私はヒロ君と一緒だから。ヒロ君と一緒だから楽しいんだのこと。流星群が一番多く見ることができるのが
のために天文部は毎年この時期に合宿をしてるんだよ。あとそれだけじゃなくて、夏の流星群を見る日は3年生の引退する日でもあるの。去年ヒロ君はバイトだったから、私はサキちゃんと一緒に参加したんだよ。ううん、いいよ、今年は一緒だもん。二人で楽しん
ロくん。迎えに来てくれてありがとう。それを言ったら、たかだか10メートルの距離なんだし、私が迎えに行ってもよかったと思うんだけど。ヒロ君は過保護なお父さんみたいだね。言葉通りの意味だよ。意地悪なことばかり言うんだから。もう。お待たせ、ヒロ君。10を過ぎたくらいからいっぱい見えるようになるよ。
ペルセウス座の高度が高くなればなるほど流れ星の数が多く見えるの。一番よく見える時間帯は明け方なんだけどね。どこでも大丈夫だよ。簡単に言えばペルセウス座を中心にして流れ星が落ちてくるって感じかな。最初から説明しておけばよかったね。ヒロくんと3人で見れたらよかったのにな。昔のことだもんね。でも、私がヒロくんとサキちゃんに星を見に行こうって誘ったの。あの時は、覚えて。じゃあ続きを話していいんだよね。少しでも覚えててくれて嬉しかったよ。星になった城って覚えてる？ヒロくんが私の誕生日にくれた本のタイトルだよ。あの頃の私は今ほど体が丈夫じゃなかったからかな。本だったらどこでも読めるだろうって言ってヒロ君がプレゼントしてくれたんだよ。3ヶ月間家の手伝いをする代わりにお小遣いをアップしてあげたんだよっておばさまが言ってたよ。そうだったんだ。
そうだよ。さきちゃん、今でもヒロ君がくれた竹刀を大事に取っておいてるんだから。そんなことしないよ。本のことだったよね。ヒロ君がくれた3冊の本の中で、私が一番楽しかったのが、さっき言ってた星になった城って本だったんだよ。楽しかったっていうのはちょっと違うかな。優しくて悲しくて、でもすごく心が温まる、そんな内容だったの。星が好きな人たちと、その人たちと一緒に過ごした一匹の犬の話。その犬の名前がタイトルにもなってる、シロなの。シロはいろんな人たちと出会って、奇跡のような出来事にいっぱい巡り合って、最後はみんなの見守る中で、すごく星に興味を持ったの。星に関する本を読んだり、写真を見たり、手作りで星座盤を作ったりして、自分が起きていられない時間の夜空を想像したりもしたんだよ。でもやっぱり写真や想像だけじゃ我慢できなくなって、ヒロ君とサキちゃんを誘ったの。彗星を見つけに行こうって。誰も見つけていない彗星を見つけたら、私たちの名前がつくんだよって。本当はただ星空を見たかっただけなんだけどね。ヒロ君あまり興味なさそうだったから、嘘をついちゃったの。ごめんね、ヒロ君。ありがとう、ヒロ君。綺麗だね、ヒロ君。また流れた。あっちにも。誘ってよかった。また来年も誘っていい？さきちゃんと3人で一緒に見れるといいね。すごく綺麗だよね。ヒーロー、ヒーロー、起きてよね。サヤが風邪をひいちゃって。
昨日夜に体を冷やしたみたい。朝帰ってきた時少し顔が赤かったからすぐに薬を飲ませて休ませたんだけど。別にヒロのことを責めようなんて思ってないわよ。それを言ったら私が風邪をひいてなければ一緒に行って注意をしてあげられたわけだし、それにもしかしたら私が風邪をうつしたのかもしれないし。うん、そうなんだけどね。できる？ヒロ。サヤのことお願いしてもいい？うん、わかった。ありがとう、ヒロ。申し訳ないんだけど。
いいから。
後で片付けておくから。おかゆが作れたね。レトルトって残ってた？サキちゃんが？できたらお礼を言わないとね。帰ってきたといえば、お母さんびっくりしてなかった？馴染だから心配してくれるの？幼馴染じゃなかったら心配してくれないの？ううん、なんでもない。
あ。それにしても、ね。咲ちゃんもお母さんも困り者だよね。だって、いくらヒロ君と私が幼馴染だからって。一応年頃の男の子と女の子なのに、私たちが今みたいに二人きりでいても全然心配したりしないんだよ。信頼してるってことかな。お昼寝とかしたよね。ヒロ君を真ん中にして、私とサキちゃんと手をつないで。うん。ヒロ君は忘れちゃった。Yeah!
ジェットコースターに乗り終わった後、ヒロ君の顔が真っ青だったよね。一番印象に残ってることって何？うん、楽しかったことでも驚いたことでも、一番印象に残ってるのはどんなこと？もね、そう思う。
サキちゃんと数人一緒に見たあの星空が一番印象深い思い出だったけど、今日これからがこれまでのどんなことよりも一番印象に残る思い出になるって信じてる。
どうしたの、ヒロ君。顔、赤いよ。ヒロ君？聞こえなかったんだけど、よく聞こえないってば、ヒロ君。私もお願い事してもいいかな。Thank you.
そうだよね。夢じゃないよね。
かされて見た夢。そんなこと、ないよね。そうだよね。できる限りヒロ君に安心させてほしいな。ダメかな。嬉しいな。嬉しい。すごく嬉しい。でもずっと一緒はダメだよ。ヒロ君には叶えたい夢があるでしょ。だからできる限りがいいな。お互いに時間があるときは一緒にいたいな。おやすみなさい、ヒロ君。